エラスムス計画の参加学生のパーティーエラスムス計画は EU における学生の流動化の促進を目指すもので1987年に設立された。エラスムス計画は EU 障害学習計画における主要事業でまた欧州連合の主導による高等教育運営の枠組みとなっている。2004年には国際協力部門でアストリアス皇太子賞を受賞している。 エラスムス計画とその他の多数の同種の計画は1994年に欧州連合が策定したソクラテス計画に統合された。ソクラテス計画は1999年12月31日に終了し2000年1月24日よりソクラテス2計画になったがこれはさらに2007年1月1日より EU 障害学習計画に統合された。 この計画は16世紀の著名な学者デジデリウス、エラスムスの名にちなんで命名されている。エラスムス計画には多くの目的がある。エラスムス計画では学生の交流が一番よく知られた政策であるが、大学の部局間での協力拡大についても支援がなされている。具体的には、大学の共同カリキュラムの開発、集中講義の創設などが行われ、 そこにはアメリカ、イギリスの英語圏の大学の優位に対して対抗するという狙いもある。しかし、それは EU 前提の教育制度を画一的なものにするのではなく、各国各地域の伝統に基づく精神を尊重し、違いを認識させつつ、相互理解を促進しようとするものである。エラスムス計画の目的は EU 内に加えてアイスランド、リヒテンシュタイン、 ノルウェーを含む EEA と EU 加盟を希望しているトルコなどの国々について学生、教員の流動化を促し支援することである。エラスムスムンドゥス計画はヨーロッパの教育を国際化させるためにエラスムス計画と並行して実施されている。エラスムス計画はヨーロッパの人々のみが対象だがエラスムスムンドゥス計画はヨーロッパ外にも開かれ。 世界中の大学の修士課程の学生の交流促進と国境を越えての学習の支援を目的とする。ありがとうございます。